誰もいない。誰もいない、壇上に誰もいないっていう状態かも。なんか落ちちゃうんだよね最近。あ、来た、全員来た、ありがとうございます。なんか最近始めると壇上に誰もいない状態あるじゃないですか。で、切ると落ちるんですよ。もう落ちてしまう。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。クマありがとう、ゆうごさんありがとう。どうもありがとうございます。ありがとう。ありがとう。どうもありがとう。イグニール星ありがとう。フェイスクマ、いやクマナチクマありがとう。初めてツインテールした。肉クマ10匹ありがとう。ありがとう。ありがクマ。ありがとう。はじめまして。ありがとうございます。めっちゃ制服の面見てました。もうなんか、リグちゃん欲しい、ありがとう。なんか勉強が全然手につかなくて、だし欲しい、ありがとう。手につかなすぎて寝ちゃったよね、普通にお昼寝しちゃったよね、珍しく。でめっちゃ楽しそうだった、制服の目。公園で帽子かぶっても大丈夫だから、これからたくさんツイン見る。ああ、そういうこと、そういうこと。確かに帽子があれだね、ツインテールだったら大丈夫だ。こんばんは、コン星ありがとう。すいません。すいません、すいません、本当に。こんばんは、たしくまありがとう。たかくま10匹ありがとう。メールに今の髪型載せてないですか。え、写真載せてない。え、載せた方がいい、これ。恋愛小説家星ありがとう。こんばんは、こんばんは。たか星ありがとう。またありがとう。そう、ツインはさ、なんかめっちゃさ、なんかちっちゃくなるよね。ちっちゃくなる、若くなる。どうもありがとうございます。いや、なんか昨日さ、なんか髪の毛切りたいみたいな話してから、そのぐさ髪切りたくなってきちゃったんだけど、急に。切らないけどね、切らないけど、確かにまだ JK できる、 JK だからね、まだLJK だからね、まだ。どうもありがとうございます。切らないけど、やっぱボブって可愛いよね。なってきちゃうよね。
なんかこれとか絶対ボブの方が可愛いんだもん。まあ、衣装つけないけどさ衣装つけないけどさ、これ普段使いしないからさ、いいけどさ、いいんだけど、ちょっとさ、なんかね、水色あんま身にまといすぎるとボブにしたくなっちゃうけど、あ、伸ばせよ、絶対切らないけど、もったいないもん今切ったら。おどうもありがとうございます。本当に最後、今回のツーショットがもう最後のボブで、次ぐらいにはさ、多分さ、もっと伸びてるじゃん。このミサダに会えるとしたら、まあ、ツーショットツーショットかな。会えるとしたら可能性がゼロじゃない。どうもありがとうございます。髪の毛を二の前ありがとうございます。え、なめたけってさ、食べたことある？なめたけ食べたことある？食べたことないんだけどさ、美味しいよね。食べたことないけど美味しそう。なめたけってなんか美味しそうじゃない？えのきでしょあれ。さとちゃん、くまありがとう。食べたことないけど絶対美味しいよね、なめたけって。みさちゃん、くまありがとう。そう、瓶に入ってるやつ絶対美味しいよね。食べたことないけど食べたことないけど絶対美味しいよね。あと、ありがとうございます。大根おろしとなめたけなの？絶対なめたけ美味しいよなって思って食べたことない。なんか一人でさ、なめたけ一瓶食べるってさ、なかなかじゃん。買うのも勇気いるじゃん。あと、ありがとう。かわいい、ありがとう。お手紙ありがとう。こんばんは。星ありがとう。5歳若くなった。12歳だよ12歳だよ。こちありがとう。ご飯ですよは好き。でもご飯ですよが好きってことはなめたけも好きなんじゃないかなと思って。どうもありがとうございます。二人もありがとうございます。12歳サータンはちょっと危ない12歳を押すのは危ない。こんばんは。なんかさ、今まではさ、なんか15歳若ーみたいな、
そういうの言われてもさ、えって思ってたんだけどさ、えって思ってたんだけどさ、なんか17歳になってからなんか13歳とかの若さが分かってきた。こんばんは。みかんさ、ありがとう。こんばんは。13歳は大丈夫だよ。13歳は大丈夫。12歳はちょっとね。こんばんは。こんばんは。15歳と17歳はやっぱり違う。なんか16歳が一番可愛いと思ってたんですけど、17歳も割と可愛いかも。あちくまありがとう。でもやっぱ16歳が一番可愛いけど16歳が一番可愛いんだけど、でも16歳ってまだちょっとベイビーかも。17の方がいいかも。おすすめ。17歳、17歳おすすめ、おすすめです。ほらありがとうございます。17歳がおすすめです。どうもありがとうございます。もう18、そう18になっちゃうともう成人してるから、17、さた18歳になったらお世話なさい。17って言うと思う。17って言うと思う。高校2年生16歳と高校2年生17歳が一番可愛いか。みずちゃんさ、ありがとう。ほらありがとうございます。おすすめ、おすすめです。でもなんか高校卒業するのさ、なんかさすごくない？高校卒業ってさすごくない？高校卒業した後のなんか自分が全然わかんない。学校に通わない自分がわからない。花のセブンティーンはセブンティーンが一番可愛いからじゃないですかね。やっぱり17歳。2度目ありがとうございます。あとありがとう。あと4ヶ月しかないじゃん。ねえ、どうしよう。どうしよう、どうしようね。本当にどうしようって感じ。こんばんは。ありがとうございます。どうしたらいいんだろう。ありがとうございます。なんか立派な小学生、小学6年生になれるよみたいな。なんでさ小学6年生になるときってさめっちゃさ、めっちゃさ言われるんだろうね。小なんか2年生になったらさ1年生の先輩だからって言われてさ、4年生になったらさもう高学年だからって言われてさ、5年生になったらさ来年は6年生だからって言われてさ、6年生になったらさ6年生だからって言われるんだよね。どうもありがとうございます。こんばんは。
最強って、いや半分に分けたら高学年だからって言われるんだよ。普通は中学年なんだけど、半分に分けたらもう上の代だよって言われる。すごいよね、先生たちもすごいよね。星ありがとう、くじありがとう、ハートありがとう。なぜ人間と分けたがるんだろうね。一緒だと争いが起きるからじゃないですかね。小学校の頃は先輩後輩とか考えてたよ。もう先輩はもう敬うものって思ってた。だから小学校の時に先輩にタメ口使うお友達がいたんだけど、やめなって言ってた。やめなって。でも小学校の時ってさ、なんかそんなさ敬語とかさあんまなんか使わない子多いじゃないですか。でも私はもう、なんで敬語使わないの。やめてって言ってた。あとありがとう、にゃん星ありがとう。手紙ありがとうございます。全然小学校の時から敬語使えてたよ。すごい、小学校1年生の時は使ってなかったけど、小4くらいかな。あとありがとうございます。こんばんは。小1から見た小6が巨人って言われてる。でも6歳も違うからね、6歳も違うとね。あ、ありがとう、星ありがとう、ベルマックシー、ベルマありがとう。さあ、どんなことで大人を感じるの？自分が大人だなってこと？自分が大人だなって思うのは、でもやっぱ経済的自立。経済的自立って一番感じるかも。なんか別に精神面とか社会的自立、精神的自立、経済的自立ってあって、経済的自立かもで大人を感じる。大人を感じる。なんかそう、なんか別に精神面では社会的自立ってなんかそんなあんまあれだけど、精神面ではなんかそんな変わってないし、やっぱ経済的自立だよね。なんかさ、なんか仕送りとかもらいたくないんですよ。もらってないんですけど、なんかそれを考えるとなんか自分って自立してるなって思う。だからたまにお買い物してて、なんかこうやってご飯作って生きてるのってめっちゃ自立だなってたまに思う。たまに思う。あと、ありがとうございます。あとなんかお買い物してレシート見て、なんか例えばさ4000円買ったとするじゃないですか。なんか4000円買ってるのって自立だなって4000円もなんか払って
生きるために食に使ってるのってめっちゃ自立って思いますね。あとありがとう。仕送りもらってないよ。全部なんかちゃんと自分のお金でやるって、なんかね、そこ頼りたくないんだよね。なんかそこを頼りたくなくて、なんかこれを気づいたらできてたから、それって経済的自立じゃない？経済的自立だよね。家賃と光熱費以外は自分ってこと？全部自分だよ。全部自分。ありがとう、おいしかった、エモケちゃん。どうもありがとうございます。なんか自分で自分でなんか頑張ってこう稼いだお金で生活するのがなんか一番良くない？こんばんは。どうもありがとうございます。だからそのちゃんとなんかこういろんなお金を差し引いた金額の中でご飯のメニュー考えて節約して頑張る。こんばんは。節約命。どうもありがとうございます。これが精神的自立です。こんばんは。こんばんは。あとありがとう。ひろやんくま、ありがとう。そうだからあのココアちゃんと焼肉行ったりするじゃん。それはもうなんか前の週になんかお菓子ちょっとあんま買わないようにしてみたいな、地道になんか全体は一緒だけど全体で使うお金が一緒にしたくて、贅沢するならちょっと減らすし他をそうやってやってる。こんばんは。イエイ、タッシーありがとう。そのケータリングラブ。ケータリングラブ、ラブです私。だるまありがとう。え、料理のレパートリー増えた、増えた。お小遣いもらわない、いらないって言ってる。その代わりなんかお洋服とかはあのもらうよ、ママからね。お洋服買わなすぎだからもらう。だお洋服はあのファンの方とママからの支給品って感じ。こんばんは。こんばんは。料理のレシピスマホとかにメモしてる？してない。なんか一回作ったら覚えるかな。一回作ったら覚える。わかんないのは調べる。もう小学校の時からクックパッドにお世話になってるので私。
もうクックパッドにお世話になり続けた結果これ、クックパッドありがたい。あ、どうもありがとうございます。クックパッド、あと1時間です。小学校の時はクックパッドあったよ。クックパッド見ながらお菓子作ってた。クックパッドでなんかある材料調べて、小学校の時お家帰ってきたら材料なんか卵、小麦粉、牛乳、チョコレシピみたいな調べてお菓子作ってた。ほらありがとう、あざもありがとうございます。本当に最近なんかあれを気にするようになってきた。なんか野菜を気にするようになってきた。年寄り結婚しなーい。最近野菜気にするようになってきて、そう、なんかちょい高めでもトマト買うようになったよね。ちょい高めでもトマト買うようになりました。なんか老いをさなんか感じてきたって言ったじゃないですか。それからちょっとなんか野菜食べないとちょっとドラえもん生まれるまで生きてられないなと思って。え、トマトそのまま食べるよ。え、カロリーはあんま気にしてないかも。なんか消費するから、どうせ踊ってカロリーは気にしないでいいかなと思って。カロリー気にしてる人だったら多分カレーを食べながらリンゴジュース飲まない気がする。やばいからね、普通にカロリー爆弾だからね。トマト高いよね。トマトそのままで、洗ってそのまま。アボカドも高いよね。アボカドめっちゃ高い。アボカド食べたいんだけどさ、アボカド高いからさ、あんま買わない。ね、カレーってでもさ、めっちゃ不思議じゃない？なんかさ、具材入れてさ、なんか粉入れてさ、出来上がりなんだよ。だいたいそうだけどさ、なんか醤油とかなら分かるけどさ、なんか粉の塊をさ入れたらさ、カレーっていう食べ物になるんだよね。え、そうなの？インドにカレー粉ないの？日本？もしかしてカレー粉って日本？どうもありがとうございます。お花ありがとう。どうもありがとう。ルーってすごいよね。ね、すごいよね、ルーって。ルーってすごい。でもどうなんだろうね。それ結局カレーのルーってめちゃくちゃカロリーやばいっぽいよね。
乱れてきた。あとありがとう。カレーはご飯それともナン。本当はナンがいいけど、お家でナン食べないからご飯かな。そらちゃんはどのルーが好き？でもあれ結構好き。トマトなんかさ、玉ねぎとさ牛肉だけのさトマトなんちゃら。もインドカレーは絶対私はバターチキンカレーを食べます。バターチキンカレーがキーマカレー。インドカレーめっちゃ美味しいよね。こんばんは。ね、サーヤさんってさ好きな食べ物のプロフィールにさインドカレーって書いてるじゃないですか。でいいなと思った。なんか私めっちゃありきたりなこと書いてるんですよ。お肉、お魚、甘いものみたいな。なんかそういいなと思いました。そうやってさ、なんかめっちゃなんていうの、そういう具体的な好きな食べ物。グリーンカレー食べたことないか。星ありがとうございます。でもなんか魚介類って書いてて、なんかあの貝も好きなんですよ。貝、お魚だけじゃなくて貝も好きだから魚介類って書いてあるんですけど、ちょっと迷った。お魚って書いたら貝入らないよなって迷って魚介類にしました。でなんか魚介類の貝の漢字がなんかいろいろあるんですよ。なんか2種類あって、魚介類の貝がどっち使えばいいのかっていうのをめっちゃ調べて、火を通してないホタテが一番好きです。こんばんは。全然なんかめっちゃ調べて、いつもありがとうございます。そう、めっちゃ調べた。どっちがいいのかなって。そう、エビとカニが含まれ、そう、多分それ見て魚介の貝にしたんですよ。どうもありがとうございます。リカちゃん結婚しない。どうもありがとう。確かに海鮮って書いてもよかった。違う、海鮮もまた違う意味があるんだよ。確か、タッシー結婚しない。待って、こういうことなんて言うんだっけ。千差万別だ。千差万別です。ニック結婚しない。でもさ、それさ
それその感じでさ、会員以外さ、読まなくない？え、わかんない。え、読めないんだけど。読めないんだけど。100個投げたら結婚できる。投げてみなさい。でも私はこういうことなんて言うんだっけ。こういうことなんて言うんだ。見るか分かんなくなっちゃった。みんなゴリ夢中だからね、今ゴリ夢中だからさ。ほんとやだ。ほんとにさ、なんかさ、シャバーニに謝ってほしい。シャバーニのさ後ろ姿見たことありますか？シャバーニの後ろ姿ってめっちゃかっこいいんだよ。謝りな、シャバーニ。シャバーニの後ろ姿見たことないでしょ。シャバーニのさ後ろ姿の画像見てください皆さん。なんかめっちゃさ感動するから。あ、シャバーニに会えてないけど、会えてないけど画像で見たの。もうね、なんかすごいよ、シャバーニの後ろ姿。見た方がいいよ。え、だよね。シャバーニの後ろ姿ってめっちゃかっこいいんですよ。こんばんは。ぜひ見てみてください。シャバーニの後ろ姿めっちゃかっこいい。なんか人間味もあるんだけど、ゴリラみたいな。人間味のあるゴリラの後ろ姿って感じ。めっちゃいい、おすすめ。シャバーニの後ろ姿。おんぶしてほしい。してもらえな。あた、ありがとう。こんばんは。あた、ありがとうございます。シャバーニの後ろ姿本当にすごいから見てほしい。シャバーニ本当にいいよね。才色兼備、シャバーニって。シャバーニって本当に才色兼備です。後ろ姿が語ってる。いや別にシャバーニが言いたいだけじゃなくて、別にシャバーニが、シャバーニをなんか見れなかったのがめっちゃ悔しくて、本当になんか動物園行った時は景気を盲導だったなってなんか思いますね、やっぱり。
軽挙盲導でした。よし三連やばいね、本当に本当にね、急遽盲導すぎて。なんかさ、でも動物園はささすがにさ五越同州だったから、なんかゴリラのことまで考えられなかったっていうか、そういう勇猛果敢果敢入門果敢って書いてあったかな今。ありがとう。本当にね、五越同州すぎて、あの時そこがちゃんと五越同州すぎて、また動物園行けるまで餓死にしようたね。うんね、さすがに餓死にしようた。いや餓死にしようたんすぎ、やっぱやっぱさ、なんかシャバーニー、でもシャバーニーをなんか語るにはやっぱ一連卓勝しないといけないと思うんだよ。なんか一連卓勝していかないと、シャバーニと。一連卓勝しないとあれなんですよね。一連卓勝したい、運命を共にしたいっていう意気健康です。意気込みが盛んなこと。でもこういうことをなんか鉄面美っていう人もいるんですよ。恥知らずでずうずうしいって思う人もいるんだよ。それにサラは右往左往しちゃう、さすがに右往左往さすがに右往左往なんですけど、なんか困ったな。なんか自暴自棄になりそうですね。僕もありがとう、2度目ありがとうございます。こちらありがとう。でもなんかこんなこと言ってるならもうなんか不言実行した方がいいよね思う思う。すごい不言実行しろって思う自分が。かわいい TD をありがとう。 TD待って、威風堂々めっちゃ懐かしい。トランペットで吹いたな、威風堂々。リリオ結婚しない。グチありがとう。うま、ありがとう。思うんが、そう威風堂々ある、それを
卒業式とかで演奏するんですよ。こんばんは。サイリウムありがとう。刺身単品のサイリウム知ってる？焼肉定食だよ。だるまありがとう。お越しありがとう。でもテロップ出てない。何それ、美人薄め、美人は命が短いってこと？そんなのあるの？どうもありがとうございます。おじありがとうございます。みかんおじありがとう。だるまありがとう。すごなんかかわいそうだね。なんかあったよ他にも、美人がなんちゃらみたいな。なんか昔からさ、美人はさ困るみたいなのがあるんだね。私は困ったことありません。あ、歌人薄命って書いてあるよ。美人はとにかく早死にすることだって。怖い。美人はとにかく早死にすることって言ってるよ。すごく怖いね。めっちゃ怖くない？めっちゃ怖い四字熟語あるじゃん。会者常理、会えば必ず別れること、世の無常だって。なんか悲しいね。悲しいね。めっちゃ悲しくない？めっちゃ悲しくない？ねえ、なんか悲しい。悲しい普通に。どうも、おいしい、ありがとう。すごい、すごいね。すごいね、なんか昔はすごい時代だったんだわ。多分トマト長寿。絶対ない。絶対ない。それはトマト長寿は絶対ない。指輪とありがとう。あ、どうもありがとうございます。あ、どうもありがとう。サラちゃん普通の星投げでも大丈夫。全然大丈夫だよ。投げてくれるのが嬉しいよ。納豆は長生きする。え、納豆買った。納豆さ、なんかさ、納豆さ、聞いて聞いて、なんかさ、納豆さ、私さ一口しかダメだったんですよ。一口は食べれたの。
あ、二口だっけ、あ、二口だ。元は一口で、引き割りだと二口食べれるんだけど、なんか食べれるの最近。でもでもなんかでもできれば二口で食べるの。一回で、一回で半分ぐらい口に入れて食べるといけるので、そうするとまだ美味しい状態、美味しいって感じながら食べれるの。いや、クマ10匹ありがとう、ありがとう、ありがとう。え、だから本当にただめっちゃ、ま、かき混ぜて、めっちゃかき混ぜて食べないとあれなんだけど、あと私が一番好きな納豆はなんか卵醤油みたいなやつ、あれが一番おいしい、あれの引き割りが一番おいしいからあれを買ったんですけど、量じゃなくて何口かなのおかしい。え、本当に、え、本当になんかめっちゃさ、めっちゃ混ぜて二口で全部食べるとめっちゃおいしいんだよね。だから私は納豆、卵醤油納豆の引き割りを二口で食べる。二口で食べてご飯も入れるからもう こんなんだけど、それでも二口だったら美味しいの。本当に美味しい、美味しい、ありがとう。なんか大豆大豆してるとあれなんですよね。もう本当に、本当に二口だとめっちゃ美味しい。特殊な食べ方、かわいい。え、やってみて。なんか本当に本当にあの卵のひき割りの納豆をめっちゃかき混ぜて、もうあのあれだよ、醤油入れる前にめっちゃかき混ぜて、もう超かき混ぜて、でタレ入れてまたかき混ぜて、かき混ぜて、で二口で思いっきり食べてみて。でも二口無理な時はもう三口でもいいんですよ。三口でも二口が一番美味しいの、超絶美味しいの、ここで食べ終われるからいい。ちょっと三口まで行くと、あ、もういいかなになっちゃう。だから二口目だと、あ、美味しかったーになる、なるの。三口になると、あー、やっぱ納豆は、あー、もういいみたいになっちゃう、なってる、この下がってるところの3口目だから、2口目のちょうどこう、もうとびきり上にいるここで終わらせるのが一番いいんですよ。超小粒は若干大豆でも普通の納豆よりかはいいかな。大粒が本当にダメです、ごめん、何言ってるかわからない。ねえ、もう一回言うよ、もう一回言うけど、納豆って一口目でこうくるんですよ。だからここからここがグラフだとして、もう一口目でこの頂点に達するの。一口目が一番美味しいから、納豆って一口目が一番美味しくて、で二口目でなんかこんぐらい、同じくらいなので、三口目からちょっとこうやって下がってくるの。だからこの一口目、二口目の二口目で食べ終わるといいんだよ。二口目で食べ終わるとなんかちょうどなんか美味しいってなってるところで食べ終われるんです。だからこう三口目のこのこうちょっと下がってきたところで食べきると、なんかこう下がってきた状態のところがなんか納豆のなんか最終判断になっちゃうの。納豆という今回の食事に対しての食事に対してのなんか評価が3口目の評価で終わっちゃうの。だから2口目で食べましょう。はい、そう、2口目で終わる、それが一番いい。納豆巻きはあんま食べたことないけど、多分2貫、でも4貫あるならその4貫を2口で食べる場合 OK なわけだよ。
嘘。ごめんなさい。審査員 A チームさんが来てる。めっちゃ納豆の話しちゃった。やだ。めっちゃ納豆の話してた。めっちゃ恥ずかしい。めっちゃ恥ずかしい。めっちゃ恥ずかしいんですけど。よろしくお願いします。めっちゃ恥ずかしい。ゆうぐさくま、10匹ありがとう。ありがとう。ゆうぐさ。でも本当に。え、でもからしは大丈夫。からしの辛さは大丈夫なんだけど。でも納豆は本当に二口目で食べる必要があります。あ、食べ終わる必要があります。もうそれがもう命。納豆を食べるにあたって二口目で終わるっていうのがもう命です。皆さんやってみてください。ぜひ。あとありがとうございます。りがちゃん、クマ10匹ありがとう。ありがとう。ありがとう。クマ10匹。一口で食べれるものなら食べてもいいけど、でも一口だとちょっとご飯入らないかも。やっぱ二口ぐらいでご飯とこう半々で食べるべきです。コバはどんなことに対しても一生懸命なさあちゃんが好き。ありがとう。ありがとう。納豆の話一生懸命なのちょっと恥ずかしいけど、恥ずかしさ勝りけりなんだけど、ありがとう。そう、ご飯を半分にする。口がこうやってあって、こう半分納豆で半分ご飯にする必要があるから、やっぱめちゃくちゃお口がでかい人なら一口でもいいかもしれない。でもできれば二口の方がいいと思う。おすすめ、おすすめです。だからあのたまにさあるじゃないですか、給食とかにさ納豆出るとさ、ちっちゃいカップに入ってるじゃないですか。カズクマありがとう。ありがとう。ちっちゃいカップに入ってるでしょ。あれはもう一口でいっちゃった方がいいと。でもあれ引き割りあんまない、てか全くないかな。あれ引き割り大きいやつしか見たことない。だから大きい納豆はあのぐらいのカップで一口でいかないと無理。引き割りだと 2,3 口でギリいけるんだけど、大きいやつだとあのカップ一口でいかないとちょっと難しい。給食の納豆ない子もいたけど、納豆サラダみたいなのがあってめっちゃ美味しかった。なんかもやしとほうれん草と某納豆で会えるみたいな、美味しかった。あとありがとう。30g なの？あれで 30g なの？結構あるの。小次郎星ありがとう。納豆でアレンジ料理とかした。え、なんか納豆をなんか油揚げに入れて焼くみたいなのは食べたことあるけど、でもあれはまあ二口で食べきれないからあんま好きじゃないかな。受験ありがとう。ちよちよくまありがとう。ありがとう。
こんばんは。あら、ありがとう。ちょ、あるけど納豆に生卵をまだやったことない。やったことない。でも本当にいいよね、二口で食べる納豆。もうめっちゃかき混ぜる。もう最大限にかき混ぜる。最大限にかき混ぜた上での二口でも、もうめちゃくちゃかき混ぜてるんだったら三口目が美味しい時もある。だからそれはちょっと例外、例外です。めっちゃかき混ぜて本当にもうなんか、もうなんかめっちゃめっちゃさ、なんていうの、もうなんかこれは泡ですかみたいなくらい混ぜたら3口目も美味しい。でもさすがに4口目で美味しかった経験はないから、もう最終3口、もう4口目からこうなる。1口目、2口目、3口目、4口目だから本当にダメ。本当にね、最低3口まで食べてください。納豆カレー食べたことない。納豆トーストも食べたことない。だから納豆4口以上で、1パック4口以上で食べる人はダメですダメです。 DD が欲しい。ありがとう、ありがとう。でも本当に本当に良くないよ。本当に良くないと思う。どうもありがとうございます。納豆はもう絶対に4口目口にしてはいけないと思ってみんな食べてみてください。多分明日の朝とかこれ納豆の話めっちゃしてるから納豆を食べる人いると思うんですけど、その時3口で食べてみてください。そしたら世界が変わる、世界が変わるから食べてみてください。納豆の世界が変わる。初音もありがとうございます。4口以上食べる人は絶対ダメなので、ダメです。サダの言ってることは全て何しいか分かんないけど、でも確実一人の人間には刺さってる事実だからさ、本当に絶対絶対4口以上で食べ、あ、3口以上で食べないでください。4口以上か。だし10匹いくまありがとう、ありがとう。どうもありがとうございます。リリーを結婚しない。こんばんは。もう納豆ゴリ夢中だよ。納豆に迷うの？納豆に迷う必要はないよ。納豆に迷う必要なんてない。迷わずに二口で食べきればいいんだもん。ひきわりの卵醤油の納豆をめっちゃかき混ぜて二口で食べれば別にゴリ夢中になる必要はない。みかん欲しい、ありがとう。いや、クマ10匹ありがとう。もうね、本当にゴリ夢中する必要ないから納豆で。やめなやめな。めっちゃ可愛い子見つけた、ありがとう、ありがとう。納豆は二口で食べてね。タカ欲しい、ありがとう。やっぱタレの味で決まるんかな。え、でもなんか梅系のさやつあるじゃんあるじゃん。あれさ、あれも美味しい。しそ納豆みたいな、あれも美味しい。なんか普通の納豆よりなんか、まあでも昆布醤油みたいなのも美味しい。さとちゃんクマありがとう。納豆好きじゃないけど体のために頑張って食べてるから。めっちゃかき混ぜてね、めっちゃかき混ぜるのが大事。それに二口です。
それが大事、それが大事です。からしは入れてもいいけど、そんなになんか普通の醤油なら入れるけど、別の特殊なタレの時は入れない。あんまついてないかっていうか。数々クマありがとう。ハートありがとう。みかんクマ10匹ありがとう。めっちゃはどれぐらい ?100 は数えてもいいんじゃない ?100 いいんじゃない。サザンとスーパーの生鮮食品コーナーみたい。でもなんか私なんかスーパーとかで一周で決められないタイプなんですよ。一周じゃ決められなくて二周して献立を決めるんですよ。1週目まず主菜決めるの。お肉か魚かとか決めて、で2週目にそれに合う野菜とかを買うの。それがめっちゃ最近なんかめんどくさいなと思って、1回で決めればいいのにって思う。納豆は424回かき混ぜるのがいい。ちょっとめんどいね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10,100 はいけるけど、ちょっと424は難しいかもしれない。なんか食べたい食べたいって思ったやつは記憶していくよ。今日はハンバーグ食べたい、まあ毎週ハンバーグは食べてるんだけど、今日は何々が食べたいっていうのはすぐ買うけど、でもさ食べたい食材がさ高い時とかあるじゃん。そうするともうさなんかなしになるじゃん。みかんおいしいありがとう。ファイファイクマありがとう。こんばんは。だからもう本当に混ぜるときは納豆の入れ物ままですか、器に移しますか。納豆を混ぜるのに器を移す人と仲良くなれません。洗い物が増えますよ。リカちゃん欲しい、ありがとう。洗い物が増えるってば、増えるってばよ。増えるよ。ダメだよ、納豆はだってさかき混ぜられるようにさ器になってるわけじゃないですか。ダメだよ、洗い物増えたらさ水もさ無駄になっちゃうしさ、ダメだよ。しかもさだってさそんなさなんていうの、だから星ありがとう。なんかさそうやってさ納豆を入れた器ってさめっちゃさぬるぬるするわけじゃん。そしたらさ一回じゃ絶対さ取れないもん。1回洗ってもう一回流してもう一回やらなきゃいけないけどさ、もう一回やったらさもうさその時点でさいろいろと無駄になっちゃってるじゃないですか。コーンおいしい、ありがとう。ひき割り納豆にわかめかキムチ入れてる。あ、おいしそうかも。でもキムチに納豆やったことないな。納豆にキムチか。ご飯のお茶碗で混ぜるのはダメですか。納豆は茶碗に移さないでください。洗うの大変です。コンクマありがとう。リンリンをクマ10匹ありがとう。かわいい、ありがとう。納豆は引き割りです。そうスポンジもなんかさスポンジ、そうスポンジがさもうさぬめぬめしちゃったらさもうまたさそのスポンジを洗ってさまた食器用洗剤をさつけなきゃいけないじゃん。ダメだよ。こんばんは。たかくま10匹ありがとう。どうもありがとうございます。こんばんは。どうもありがとうございます。だからもうできれば納豆を食べるときはもう箸もあんま使わない方がいい。
割り箸に納豆の容器で混ぜるがいい。ちよちよ、おしありがとう。例えばご飯食べて納豆食べてる、納豆を半分口に入れてからご飯を入れる、それがいいそれがいい。箸はどうすんねん、だから割り箸だよ割り箸。ちよちよ星ありがとう。にゃくまありがとう。こんばんは。サータンが5年後ぐらいにお嫁さんになってくださいって言われてちょっとめ今めんどくさいから5年待ってくださいみたいな言われてる。年取り結婚しないよ、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 結婚しないよ結婚しないよ、結婚しないよ、結婚しないよ。しのり結婚しないよ。あ、どうもありがとう初めて結婚タワーもらったの、初めて。あ、どうもありがとうございますダメでした、頑固なんで、信念があるので、信念があります私には。もう結婚してあげたらって言われてる。私は信念があるのでちょっと難しいですね。あ、どうもありがとうございます。こんばんは。ニッククマありがとう。クマさんありがとう。そうそう、年齢的にね、年齢的に難しい、やっぱ年齢的に難しい。あと、ありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。なんか最近思ったことは、なんかアイドルと SKE って違うなって思いました。なんか SKE はアイドルだけど、アイドルはアイドルと SKE は違うみたいな、最近そういう理論が私の中であります。その話聞きたいからちゃんとしてんだよ。別にちゃんとしてるんだけどな、ずっとちゃんとしてるんだけど、なんかいい意味で私が思ってたアイドルは SKE とは違うんですよ。 SKE はアイドルじゃないのかもしれないと思った。アイドルは SKE はアイドルなんだけど、アイドルは SKE じゃないの、なんか思った、めっちゃ思った。なんか SKE はアイドルなんじゃなくて、 SKE は SKE なんですよ。なんかそれを最近自分の中でなんか気がついた。ほら、ありがとう。背番号12、クマありがとう。クマさんはありがとう。なんかめっちゃ思った、違うなって。 ありがとう、エモキちゃんめっちゃ思った。気づくの早すぎ、あ、早すぎ。いいこと言うねって言われた。みかんさ、ありがとう。本当になんか違うんだよね、ちょっと違くて、違うなって思った。みかん星ありがとう。たか星ありがとう。びっくりびっくりりんって感じ。公平頑張ったね、ありがとう。
チューありがとう。さてはドキュメンタリー見た、ドキュメンタリー見たのは結構前なんだけど結構前なんだけど思った。あと10分、あと10分です。たか欲しい、ありがとう。本当になんかすごいなと思った、すごいなって思いましたね。ね、わかる、なんかわかる、わかるな。みかんありがとう、どうもありがとうございます。みかん欲しい、ありがとう。だからこの気持ちは納豆の2口目と4口目が全然違うっていうのと、まあ、一緒かもしれない。さとちゃんくまありがとう、たか欲しい、ありがとう。で結構同じ、なんか同じだなって、納豆と SKE っていい意味で同じ、いい意味で同じなんですよね。わかるよね、うん、分かってほしい。なんか本当にさ分かってほしい、わかる、わかるよね。でもなんか今日女の子いっぱい来てくれる、これかな、このおかげこのおかげ、女の子がいっぱい来てくれるの。TKP 星ありがとう、こんばんは。 SKE は何口目とかじゃなくて、納豆の2口目と4口目が違うのは SKE と一緒ってこと。こんばんは。その心は両方とも癖になるよね。うん、のめり、くま、ありがとう、あと、ありがとう。でも本当に本当にね、本当に何をと思ったんだっけ。難しいですって言われてる、難しいって言われた。一口目が一押しで二口目が二押しってこと。違う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 、それだと四押しがズドンになっちゃうからそれは違う。でもそうかも、なんかさ四押しまで行くとさあれなのかな、ズドンするのかな。やっぱ似てるところがあるんですよ、納豆と SKE は。あ、どうもありがとうございます、二度目ありがとうございます。サータン4押しそれサータンズドンやん、サータンズドンって言われてるようなものなんですけども、違うのかな。みかん欲しい、こっち、ありがとう。二度目、ありがとうございます。どうもありがとうございます。こんばんは、どうもありがとうございます。もう数えてる時点でっていうところ。まあそれを言うと納豆をまあ数えてる私も、納豆のなんかなんていうの、100回混ぜたかとか数えてる私もなんか案外同じなのかもしれないですよね。こんばんは。そう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 、あとありがとう、どうもありがとう。よかった、よかった。あとありがとうございます、あとありがとうございます。
ハート、こじ、ありがとう。こんばんは。サイリウム、ありがとうございます。ユグサクマ、ありがとう。で、サータンアイドルより SK、 そういうことです。でもこれは SK にならないと気づかなかったことかもしれない。のぞみちゃん、クマ、ありがとう。サータンは4口目が納豆の一粒すぎて、どういうこと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 。さあ、ありがとう、ハート、ありがとう。とじのり、星、ありがとう。ハート、ありがとうございます。星、ありがとうございます。私のモットーはいつも楽しい配信なのでいつも楽しい配信を皆さんにお届けする、これが私のモットーです。一期一会、100回目、ありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。100回目、ありがとう。みかんさん、ありがとう。ほら、ありがとうございます。こんばんは、ハート、ありがとうございます。ちなみになんか投げるクマは左手上げてる定番のクマ。とじのり、欲しい、ありがとう。卵かけご飯、ありがとう。クマ、卵かけご飯、クマ、ありがとう。とうたい、ありがとう。クマ、こんばんは。モリモリニャン、クマ10匹、ありがとう、ありがとう、ありがとう。え、ありがとう、こんなに面白いこと、ありがとう。こうも、クマ、ありがとう。こんばんは、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。で、なんか若干ドラえもんの気持ち。大政クマ、ありがとう。ジェモリクマ、ありがとう。ハート、ありがとう。大政クマ、ありがとう。クマっちゃうとか言ったのかな。言った言ったな、言ったな。フルコ10匹、ありがとう、ありがとう。10匹クマさん、ありがとう。だるま、ありがとう。大好き、ありがとう。だるま、ありがとう。え、なんかさ、いっぱいさ、新しい方がくれる。サンピラークマ、ありがとう。サトちゃん、もくも、ありがとう。楽しい、よかった。会いに来てね。かわいい、ありがとう。男女呼びます。これ12位からだっけ ?13 位いない。12位、公平。11位、背番号12。ゆうぐさ、10。9、りかちゃん。8位、としのり。7位、たし。6位、ディディオ。5位フルコ、4位イヤ、3位みかん、2位ニック、1位タカ、ありがとう。1週間ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。なんか13位がいない、どうしよう、これ13位がいない、なんでだろう。
モリモリニャンじゃない？モリモリニャン説ある。モリモリニャン、ありがとう。13位モリモリニャン。モリモリニャン1週間ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。